お家の方はどんな被害に遭われてますか？うん、入れないんですか？うんうん、そう、1時25分の夜がですね、もう深海眠っとる時ですね、揺れてからもう真っ暗になって、ちょうどですね、寝室の横がタンスが2つあるんです。私の本たち倒れてなかったからよかった。もう大変だったで、出るまでが。もう家がちいと隙間があったからですね、あの差しが開いてしまっとったから、そこから脱出しました。すぐお湯だけで食べれるものっていうのがないので、あ、そうなの。今はだいたいおにぎりとか、うん、配給とかだとおにぎりとかが多いんですかね。ですね、だけだね。お水と汁物が食べたいねって言って、うん、あ、そうですよね。お汁のものがあるとちょっと温まりますね。お子様関係のものとかでは大丈夫ですか？まあ、今のところちょっとあの調達できたので、おむつなんかはあるので。あ、そうなんですね、はい。こちらの状態をちょっとご説明していただいてもいいですか？はい、古城小学校というところで、はいはい、皆さん避難させておりますので、古城校区の方々が、あ、そうなんですか、はい、来ております。食べ物とかは、ね、皆様で持ち寄っていや、あの市役所からもですね、はい、来ております。はい、1日2回ほどですが、あと足りない分は取りに来てくれということで。あ、そうなんですね、はい、今十分足りております、水も。はい、あまりのことがあるとかいうことを聞いたわけとかは今のところないですか？今のところないですね。電気も昨日から、はい、来ておりました。はい、水も補給しましたので。お風呂ですね。お風呂には今入れてない方が多いですね。あ、そうです。先ほどもお顔洗ってないからっておっしゃってたから、はいはい、そうですね。で、あ、分かりました。ありがとう。お疲れのところありがとうございました。いや、どうも。